アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は27日、FOMC ・連邦公開市場委員会を開き、政策金利を2回合連続で0.75%引き上げることを決定しました。FOMC は声明文で、消費や生産に関する指標は軟調に推移しているとする一方、インフレ率は依然として高い水準と指摘しています。 こうした状況を踏まえ、fomc は2回号連続で通常の3倍にあたる0.7。5%の利上げに踏み切りました。パウエル議長は急速な金融引き締めによる景気後退の懸念について、現時点では景気後退していないと明言した上で、今後の利上げのペースについて次のように述べました。 こうした発言が交換され、27日のニューヨーク株式市場のダウ平均は反発し、436ドル高の3万2197ドルで取り引きを終えました。